ケモン目指すた。全く新しいポケモンのアミューズメントマシンが登場。ゲットしたポケモンはその場でタグになって君の手に。ポケモン目指すた。コインを入れよう。目指すたのマシンにコインを1枚入れてスタート。バトルを始めよう。野生のポケモンが現れたぞ。野生のポケモンだ。君のタグをセットしよう。ボタンで決定。君のポケモンが登場だ。インテレオ。スタジュラルドン。スタネギガンナイト。バトルスタート。1ターン目。相手のポケモンが攻撃してきそうだ。攻撃させたいポケモンのタグを前に出そう。先に攻撃できそう。素早さの高い方が先に攻撃できるぞ。味方の攻撃。攻撃ルーレット。攻撃ルーレットをタイミングよくボタンで止めて攻撃アップを狙おう。ボタンを連打して味方のポケモンを応援しよう。相手のポケモンにダメージ。相手の攻撃だ。味方のポケモンにダメージを受けたぞ。バトル2ターン目。次に攻撃するポケモンを選ぼう。攻撃したばかりのポケモンは疲れているので休ませよう。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。攻撃アップ。ボタン連打で応援だ。やった、マックスだ。相手のポケモンにダメージ。相手のポケモンが弱っているぞ。捕まえるチャンスだ。ゲットタイム。コイン1枚で必ずタグが1枚出てくる。コインを1枚入れてボールを投げよう。ルーレットが回るぞ。ボタンを押してボールを投げよう。ルーレットのタイミングで投げるボールの種類が変わるぞ。さあ、どのポケモンを捕まえられるかな。やった、ポケモンを捕まえたぞ。タグを取り出そう。捕まえたポケモンがタグになって出てきたぞ。捕まえたポケモンはサポートポケモンになってすぐに君のバトルを助けてくれる。この後もバトルは続くぞ。スターポケモンのゲットを目指そう。運が良ければスペシャルタッグバトルが発生することも。なんと画面が一つになるぞ。協力してゲットを目指そう。見事捕まえることができれば二人同時にタグをゲット。技シーンをチェック。ザシアン。ザマゼンタ。グラードン。カイオーガ。レックーザ。ゴリランダー。エースバーン。インテレオン。ネギガナイト。
ジュラルドン。ポケモンメザスタのタグをチェック。ポケーネ、ポケモンの強さを表しているぞ。星の数はそのタグのグレードだ。星2から星6のポケモンがいる。タイプアイコン、ポケモンのタイプを表しているぞ。技名、技タイプ、ポケモンが使う技の名前や技タイプが書いてあるぞ。ポケモンの強さ、 HP や攻撃、防御、素早さなどの能力を表しているぞ。メモリータグでもっと楽しく。メモリータグはこうして手に入れよう。バトルの前にこの画面を選ぼう。メザスタのマシンにコインを2枚入れる。すると見た目や年齢などを登録できるぞ。すごい機能が満載。メモリータグを使ってみよう。バトルの前のこの画面の時にメモリータグをこの位置にセットしよう。最初に読み込むとパートナーポケモンがもらえるぞ。パートナーポケモンはバトルで君を助けてくれる。そしてバトル中にはボールルーレットにマスターボールが一つ増えるぞ。マスターボールを投げればポケモンを必ず捕まえることができる。メザスタグッズでポケモンメザスタがもっと楽しくなるぞ。ポケモンメザスタ、スターポケモンセット、ゴリランダー、エースバーン、インテレオン。強力なスターポケモンのタグ3枚に加えて特別なデザインのメモリータグが入ったセットだ。このセットでスーパースターポケモンのタグのゲットを目指そう。メザスタボックス、タグ24枚とメモリータグ1枚を収納できるぞ。お気に入りのタグを入れてメザスタを遊びに行こう。メザスタファイル、タグを48枚入れられる。タグをコレクションしたい君におすすめ。ポケモンメザスタの情報満載、公式 YouTube チャンネルメザスタ TV をチェックしよう。ポケモンメザスタの公式ホームページからアクセスできるぞ。ポケモンメザスタで検索。